バンテリンドーム名古屋です。中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。ドラゴンズの先発は左の小笠原、対するスワローズの先発は左の高橋、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。ドラゴンズピッチャー交代です。斉藤、結局アウトを一つも取れずに降板。右の梅野、今日4番手としてマウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。スワローズリードで迎える7回です。バッターはオスナ、今日はここまで3打数ノーヒット。第9球投げた、アウトローへストライク、いきなり153キロ。第2球投げた、外角へストライク。第3球はボール。第4球はストライク、空振り三振。左バッターボックスは青木、今日2度目のバッターボックス。第9球投げた、ボール。まずアウトコース低め、投球これから2球目、外側決まってストライク。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、ライトへ飛んだ、取りました、これで3アウト。7回の表が終わって5対3、ドラゴンズ2点をリードされています。さよなら勝ち、ドラゴンズ見事勝利です。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。